野辺寺天馬は、岩手県福岡町出身の児童文学者、キリスト教牧師、伝道師である。渡辺善太は義兄である。1885年1月17日、岩手県福岡町に生まれ、1890年に郵便局勤務であった父の転勤により、森岡市へ転居。1889年、森岡中学校へ入学した。同級生には、 石川拓木、伊藤慶一郎らがいた。幼い頃から教会に通い、1899年に洗礼を受けた。その年11月森岡で行われた中田茂春の集会での説教を聞いて、献身を決意する。森岡中学校を中退し、東京の青山学院中学部に入学。1904年には、神保町にあった東洋線教会聖所学校に入り、 本格的にキリスト教を学んだ。その後、岩手県花巻市、伊豆、仙台、名古屋、千葉などで伝道をするが、それまで所属していた東洋宣教会を離れて、独立、1917年に児童講演者を起こし、宣教団体や教団に頼らず講演と執筆により、児童伝道と児童文学を実践した。特に、 日曜学校の教授法を教えるため各地を回って歩き、また紙芝居に似た手法を用いて子供たちに伝道した。児童文学史では二次小降誌などを発刊、また夫人の友者発行の子供の友編集者としても活躍した。童話集では金の鈴、母を母ひてなどを書き、伝道用には子供向け旧約聖書などを執筆した。戦後は 日本ホーリネス教団東京聖書学院の講師、教授を務め、更新の指導に当たった、山口幸子、ホーリネスの流れ153ページ、ありがとうございます。